渋滞です。また渋滞です。はい。しゃあないね。まあまあ予定通りやな。これはもうあかんね。午前中はあかんね。これ。午前中はあかん。まあのんびり。とりあえず乗用車すごい多いで、もうこれも気をつけていかなあかん。気をつけていこう。車間距離取って、車間距離取っとったらパッと入ってくる。車間距離取っとったらパッと入ってくる。やっぱ今日はねトラックもそこそこ走っとんね。結構走っとる。トラックも多い。なんでやっぱり渋滞しますよね。遊びのレジャーの車、レジャーと、仕事のね、仕事のトラックが混合すると。すごく混む。まいった。今日はちょっと動画の編集もできるんだ。これもあの動画は出されへん。11日建国記念日、非常に多いですね。そう、変わったんよね。これ廃車が変わったんですよ。僕はね、九州から淡路島に降ろしに行く予定やったんやけどね、廃車が変わったんですよね。もう一台の車が冷凍車やからみたいな感じで言っとったけど、冷凍車でもええやろみたいな。結局は冷凍車でも問題なかったとね、十分なったと思います。まあ結果ですけどね、そのところはね。いやー、もうどんどん遅なるな。小細工してもしゃあないからね、この辺。小細工しても、まあ高速も混んどるんですよね。飛島インターのとこからね、まあもちろん高速道路通っていった方が早いんですけどね、下なんか走るよりね。伊勢湾岸で事故で渋滞8キロで、その先の東名阪で、断続渋滞15キロという亀山ジャンクションからね。まあ言うたら高速の価値がないわけですよ。でも高速の価値がないもんやから、まあ、えっか思ってで下走ってるんですけどね。
はばりにくも嫌やしな。まあまあ高速乗った方が絶対早いですよ。なんや言うたって渋滞8キロでも、渋滞8キロはまっても高速、高速、違う、11キロに伸びてる。飛島11キロに伸びてる。8キロが11キロになっとんね、これ。8キロが11キロになってるのと、東名阪は下り15キロは変わらずですね。なんで今日こんな混むんや。全国、あちらこちらで、渋滞しておりますね。やっぱりね、もう経済が活性化されていっとんね。ちょっとずつやけど。ということで最悪の、祝日ということでね、はい、最悪の祝日。そう、これあれ結局ね、廃車変わったんでね、淡路島からやったら、まあ阪神高速ちょっと混んどるぐらい思うんですよね。だからまあ結構すんなり帰れると思うんですよ、淡路島やったらね。愛知県の豊田まで降ろしに来たらもう帰り大変やよ、ほんま最悪やわ、最悪の祝日や、ほんまこれ、ほんま最低やろ、ぼやきが止まらんわ、ほんま。高速乗っても渋滞11キロ、アホらしいからね、高速代取られて渋滞11キロはまって、高速の価値がない、高速の価値がなし、いやー参ったな。買えるだけなんですけどね、買えるだけなのが問題みたいな、渋滞えげつないです。今日多分あの伊賀の幻のどて焼きやってるやろな。幻のどて焼き行こうかな今日は。幻のどて焼き、あの汚いとこね。あっこ多分めっちゃ儲かってる思うよ。でもあっこの店は幻のどて焼き。めっちゃ多いやんけ、マジか、並んどるな、うっそやん、やめた、めっちゃ多い、あかん、多すぎる。干物食堂はあかんな。山岡屋にします。山岡屋やったらいけるやろ。山岡屋も多いんかな。干物食堂めっちゃ多いやん。マグロレストランも多い。どっちも多い。祝日はもう大人気やなここ。
やっぱこういうところはあれですね、平日来なあかんね、平日並んでまで食いたくない平日すぐ食えんのに、そんな並んでまで食いたくない。やーんぴ、山岡屋にします。あー、干物食堂とかマグロレストラン大人気なんやな、祝日。今日祝日やもんね、土曜日、土日は多いんやね。また YouTube とかああいうのに出したりするから余計やな、まあ、余計人気あるな。ということで、やめました。めちゃくちゃ多いのでやめました。この辺はね、食べるところね、結構あるんでね、三重県。名阪沿いとかはやっぱ多いですからね、亀山のあの食堂とかね、亀八とかね、ようけあるから。亀八とかね、びっくり屋とか何しか多いですよね、亀山あたり。亀山とか、まあ鈴鹿は知らんけど四日市とかね、ようけあるぞ、名阪沿いとか。ということで、四日市のあれにしますわ。山岡ラーメンにしますわ、今日は。久々の山岡屋やな。山岡屋長いこと食べてんかったな。久しぶりですね。久しぶりなんで、トッピング結構しようかな。中盛りぐらいいって。結局下走ってきた、結局ね。1時間20分ぐらいかかっとるかな。1時間20分ぐらいですね、ここまでね。まあなんとかです、なんとかかんとかね。このストレスを解消するには、もううまいもんを食うしか方法が見当たらん。山岡ラーメンも多い。おお、そうでもないか。そっか。
いただいてまいりました。山岡屋、特製味噌チャーシュー中盛り、ご飯餃子セット満腹です。いやー美味しかったですね。いやいやいや久々ですね。久々に食いましたね。いやー美味しかったね。大変大満足ということで、暑いですね。暑い、暑、15度ぐらいありますね。暑いわ。じゃあね、もうとっとと会社に帰って、会社に帰ってね、家に帰って、やることをやらんとあかんから忙しい。トレーニングジムにも行かなあかんしね、トレーニングジムにも行かなあかんし、今栄養思いっきり取ってきましたんでね、この栄養をやっぱり使わんと、筋トレですよ。筋トレ、筋トレ週1回しかできへんからな、まあ、週末しかできへんからね、なかなか伸びない。はい、ということで気をつけて、帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。